一応おとなしくしているみたい。アイテムも取り上げたし、簡易牢獄の管理とか攻略の人手のこととか、青龍連合に協力を頼もうかって話にもなっている。ヒリト君。パパ、ストレアさんのことですが、あの方はやはり私と同じでカウンセリング用の AI プログラムのようです。プレイヤーの精神的なケアをコンピューターで対応できないかと考えられ、そして作られた存在。はい、この SAO が始まってから人の感情をモニターし続け、私と同様にエラーを蓄積してしまっていたようです。私よりもひどかったんだと思います。私にはパパやママがいて眠りにつくことができました。でもストレアさんはずっとエラーを蓄積し続けていたんです。そんな。そしてトリガーはわかりませんが、ついにストレアさんの中の負の感情を蓄積するシステムが決壊。自分の身を守るために不完全な形で記憶を封印してしまったみたいです。ストレアさんという安全機構を失ったカーディナルシステムは膨大なエラーの処理に追われます。その処理による負荷のため今の異常が起き、継続しているみたいです。AI の本能とでも言うべき、カーディナルシステムを保持しようとする感情。世界を守るという使命、つまり自分自身を生きながらさせようとする、消えたくないという気持ち。それとパパたちも消えてほしくないという相反する気持ちを制御しきれずに苦しんでいたみたいです。アルベリヒ、須郷信行の実験による被験者の苦しみもカーディナルシステムに過度の負荷を与えた可能性もあります。そしてそれはさらにストレアさんにも影響を与えて、この世界を維持させるために一人で苦しんでいたんだね。でもそれならなぜキリト君や私たちを助けてくれたんだろう。それは、仲間だから。うん、そうかもしれない。それで今の私のシステム権限でできる限り調べたことなのですが、現在ストレアさんはパパたちの言う最終ボスのアバターに取り込まれている状態です。はい、スゴーから奪ったアカウントの権限、それがストレアさんの抱える負の感情によって暴走。それによりボスのアバターが再構築され、そこにストレアさんが引きずり込まれた形になります。不幸中の幸いでしょうか。取り込まれたことによって特殊な状態異常はキャンセルされたみたいです。ストレアさんの ID は間違いなく現在でも生きているというステータスになっています。アバターを倒すことができれば、アカウント権限の暴走も収まり、ストレアさんを解放できるはずです。はい、必ず。キリト君、よかった。よかったね。
ですが、登録だけされていた未使用の ID に上書きする形でこの世界に構築されたのではないかと思います。ストレアさんの持つ ID の登録日と初めてログインした日が2年も空いているので。それでストレアさんはどうすれば助けられるかな。ゆいちゃんはどう思う？はい、私も現状考えうる方法の中では最も可能性が高いと思います。ゆいちゃんも同じ意見か。じゃあ現状はその方法にかけてみるしかなさそうだね。ただ今回の事態は様々なイレギュラーの積み重ねによって発生したため、さらなるイレギュラーを引き起こす可能性もあります。ですので私は引き続きストレアさんを助ける方法について調べておきますね。パパ、ママ、ストレアさんをお願いします。ちょっとキリト、聞きたいことがあるの。ストレアのこと。ストレアさんは一体どうなっちゃったの？何か知っていることがあれば聞かせてほしいのよ。私、みんなを呼んでくる。おう、集まったぜ、キリト。聞かせてもらうわね、あの人のこと。正体が分かったってことだよね、ストレアさんの。キリトさん。説明頼むわ、キリト。ここはキリト君に任せるね。パパ、みんなに教えてあげてください。知能？あれだ。AI とかいうやつか？人じゃないって、マジかよ。方法はないの？じゃあまだ可能性はあるってことか。でも確証はないのよ。現状は大体分かったわ。とりあえず今はそのボスを倒すことにかけてみるしかなさそうね。あと一つ、そのボスっていうのは今どこにいるかは分かっているの？
どね。いろいろ納得がいったわ。行動が突拍しなかったり、裏があるとは思えない性格してたり。ちょっと魅力的すぎると思ったのよね。ですね。気がついたら引き込まれちゃってました。ほんと、キリトは見る目があるわね。うん。あんなに明るくていい人、なかなかいないよ。助けましょう、ストレアさんを。今も捕まって苦しんでるんだろ？早く救ってやらねえとな。うん、放っておくなんて絶対にできないよ。人だとかプログラムだとかそんなことは関係ないよね。ストレアさんは私たちの仲間だもん。助け出さなきゃ。皆さん、ストレアさんをとっても大切に思ってくれているんですね。私、嬉しいです。アルベリヒ、アスナのリアルでの知り合いだったんでしょ？知っている人間があんなどうしようもない奴だなんて、そりゃため息も出るわよ。もともとあまり好きじゃなかったけど、あそこまでひどい人だとも思ってなかったのよ。なんだかショックで。あの人、私たちがゲームをクリアしたらどうなっちゃうんですかね。この世界の監獄に入っていたとしても、きっと他の人と同じように普通に解放されると思います。ゲームだからって何をやっても音がめなしなんて、なんだか釈然としないわね。それにちょっと怖い。ここで起こったことに向こうの世界で仕返しされたりしたら。あ、ごめんなさい。別にアスナさんを脅かすつもりとかそういうのは全くなく。うん、気にしなくていいよ。私だってそのことはもうずっと考えてるし。でも現実での知り合いって分かっている場合は、少し対策を考えておいた方がいいかも。そうね。警察にも私の親にも全てを話して身を守らなきゃ。私も力を貸す。私も手伝うわよ、アスナ。私もやります。私もです。証人としていくらでも協力するから。私も剣道でアスナさんを守ってあげます。ありがとう、みんな。私もしっかりしないとね。うん。
そんな。よし。よし。なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。それではボスの攻略に向かいましょう。
くん、いいところに来たわね。客層に到達してもうすぐに最終決戦になるわけじゃない。最後の戦いの前に休養の意味も兼ねてみんなでどこかに遊びに行こうって話になってるの。たまにはみんなでパーッとするのもいいですよね。クリアは目前なんだから一刻も早くクリアすべきだって考え方はその通りなんだけど、勝っても負けてもアインクラッドでの生活はこれで最後なわけだし、それにちゃんと休んでからボスに挑んだ方が絶対にみんなの実力を発揮できると思うんだ。じゃあパパの同意も得られたことですし、どこに行くかを決めましょう。76層以上となると結構限定されちゃう感じよね。どこかの町に行くって言ってもそれだと買い物だけになりそうだし、そうなるとやっぱフィールドかな。でもフィールドとなると今度は安全面で気になるのよね。私84層にある温泉がいいと思います。安全地帯にも設定されているようですし、遊びに行った感じにもなれます。ああ、それはいいかも。大きな湯船でゆったりとしたい。皆さんはどう思いますか？私は異議なーし。私はどこでも構わないけど、温泉となるとキリトはどうするの？みんな正気なの？と言いたいところだけど、まあしょうがないわね。行こうキリト君、みんなと一つでも多くこの世界の思い出を残そうよ。ただし変な思い出を作ろうとしないように。やっぱキリト君も一緒にいようってことになったから迎えに来たの。キリト君を仲間外れにしたままじゃみんな心からは楽しめないよ。
向こうでリズが手招きしてる。もう大丈夫だって。いいから来なさい。はい、到着。女の園にようこそ、キリト。ちょっと、鼻の下伸びてない。やっぱ、ちょっと緊張しますね。うん、いざ一緒になると、顔から火が出ちゃいそうだよ。兄ちゃんとお風呂に入るなんて何年ぶりだろう。あ、ごめん。いらっしゃいませ、パパ。やっぱりパパがいた方がいいです。みんなでゆっくり羽を伸ばしましょう。これだけの女子に囲まれて温泉に入れるなんて幸せ者すぎよ。こんなに幸せにしてあげてるんだから、ちゃんと百走クリアしなさいよね。キリト君、君にそう言われると不思議と安心できる。ストレアさんを助けることもクリアすることも絶対にできちゃうだろうなって。そうね、きっとそれって信用してるってことなんでしょうね。私がこっちの世界に囚われてからもずっと助けてもらってたし、励ましてもくれた。キリトがいてくれたからこそ頑張ってこれたところがある。それって嘘じゃないから。私も同じです。パパに出会えて私は救われました。ありがとうございます。みんな助けちゃうんだから、やっぱりキリトは本物のヒーローだね。向こうに行ってて。